8人目のフラグ実況プレイ始めていきたいと思います。もう大体やり方分かってきたんで、本当に今までのパートで、全然うまいこといかなくて本当にすいません。頑張ります、ここからは。多分ここに荷物どけてドアを開けると、懐中電灯とか使えるんだよね、多分。お、シャベル。ああ、何?暗い中でもみんないんの ?4 本もあるね。これ使って瓦礫どかせば巻き戻る前に全部どかせるかもね。確かに。ランケーブル持って、ここにもランケーブル入ってたの?懐中電灯は使えないの?まあ、どっちにしろ、あ、明るい。とりあえず、電池をまず持っていく。これ電池絶対ないとダメだもんね。何に使うんだろう、電池。とりあえずアイテム取りこぼすことは絶対なくしたいから。え、開けてくんないの?え?え?じゃあどうすりゃいい?引き出しの鍵、ノート PC のバッテリー、ハンドル。ハンドルどうやって手に入れた?あ、床が落ちてか。まあ、とりあえずここまで持っとけばいいんじゃないかな。ここまで持って、普通に電気つけて、電気つけずにやるくだりもある。でも電気つけないと、多分みんなと合流できないんだよね。なんか合流できてそうだったけど、今の。人の気配がする。いそうだよね。また体動かなくなってバグったね。あはは、なんでだろうね。じゃあ探索再開だね。そうだね。あーでももう、一日目はこれで終わっちゃうんだな。で、四日目の脚立は絶対手に入れることにしよう。で、バッテリーを外しといて。オッケーオッケー。わかったわかった。もう、多分、あんま無駄ないよね。一個ぐらいだ。ちょ、一回喋っていい?あ、オッケーオッケー。瓦礫だよな。やっぱ瓦礫ですよね。他なんかアイテムあったか?まあ、いいか、瓦礫を取ろう。ここの瓦礫をまず、シャベルで壊して、ホンドリアセイヤホワッチャふんの手鏡も見つけたいけどね。あ。小さな丸い手鏡。あ!ハンドルは?落ちないの?ここは。落ちないっぽい。まあいい、まあいい、まあいい。スマホも一応も、電話が鳴ってんだよな。どこだっけ電話あったの。思い出せねえんだよな、電話があった場所が。黒電話みたいなのがあったはずなんだよね。まだ一本も編集してないんですよ。編集したら、わかりそうだけど。足音したように思えたと。この電話が切れる前に絶対電話を取らなきゃいけないんだよね。ああ、もう二日目終わり?早くない?トイレとかまだ行く意味ないから。こんな早く過ぎちゃうのか、サクサクやると。ここぶっ壊して。ここの瓦礫まだ取ってないもんね。取ってみよう。懐中電灯まだ使ってないんだよね。なんかどっかに部屋があんのかな、他に。ふんな。壁に、壁掛け型の大きなカレンダーが貼ってある。壁掛け型の大きなカレンダーだ。日付は2097年10月。あ、じゃあ結婚してから2年経ってるってことか。2年と9ヶ月経ってるね。よく見ると右端に1092と書いてある。1092。なんかの暗号だな。そんなんパスワード入れる場所とかなかったけどね。もう一回見ると。あーや、そんだけ?人型の人形だもんな、これは。ランケーブル他にも刺せるとかあんのか?刺せないね。あ、ごめんよ。無駄足しちゃった、また。あげて。ここはなんだ?上の段には布団。ああ、ここになんか、
あんのかな本当は。もう行ってない場所ないよね多分。あ、この黒電話か。あー、再生しとけよかった、一応。電話鳴ってたら、あそこまで行ってみるか、一回。この脚立をどこで使うかだよね。アイテム一応これで全部持ってるよな。ハンドルはどうやって手に入んの？瓦礫まだある？もうないだろ、瓦礫。え、瓦礫ってまだあんの？ちょっと一回だけ試していい？ここ布団どかしたらさ、あー下の段には電気ストーブが、は、漏電している入れそうにない。あー、入れるんだ、ここ、ここも。でもさ、暗闇の時は、あれじゃないの？動けないんじゃないの？動けないつか人いないんじゃないの、仲間。こんなに揃ってんのに？パソコンちょっと見てみるか。手鏡は？ここは？で、LANケーブル差し込んで、ミッキーのブログ見たもんな、さっき。クマのぬいぐる、あ、骨壺もう一回見てみるか。開けると？中身は空だったんだよな。はぁ、ダメだ。すいません。めっちゃ効率よくできると思ったけど、全然俺まだできねえわ。まだ何も分かってねえ。この段階で。ノート PC のバッテリーも手に入れたけど、このバッテリーどこで使うか最後、なんとか見つけきれねえかな。あ、ダメだった。ちょっと今回、一回も何もつけずに、行っていいですか？電気一個もつけないみたいな、ことやっていいですか？なんで多分そこまでカットします。多分変わりはないと思うんで。懐中電灯使ってくれ。あ、これで瓦礫もどかせないし、触れねえんだな、基本的に。暗いと。暗いと何も触れねえんだ。何もしなかったです、今回は。あれ、バッドエンドいい。ハテナだ。あー、オッケーオッケー。変わんなかった。すいません。やべ、何も成果得られてない。こうなってくるとなんか取ってないところとか探してないところがあんのかもね。ちょっと、そういうところをメインにやっていこうかな。わかんないけど。電池は絶対今日しか取れないもんね、これは。電源入れちゃったら電源落としに行けなくなるから電池は絶対取る。暖炉もあるんだろうけど、ここのアイテムは絶対取っといた方がいいよね。後々、何かあったら嫌だもんね。見つけたさ、手鏡とかどうやって使ったんだろうね、本当は。使えたりしたのかな、まあ、とりあえずここで電気つけて。いろいろ探ってっかな。アイテムを一通り集めた方がいいのかな多分。人の気配がする。あ、そっか。探索開始ね。オッケーオッケー。ここ、なんかあったっけ？あ、なんか新しい部屋来た。ほらな。あー、よかった。本当はね、多分、最初のパートから2日ぐらい何もない。2日っつうかもう、計、だから8日か。2週分ぐらい何もやってなかったわ。よかった。見つけれて。うん。どうしたの？今、人影が見えたよな。人影？ミユがキョロキョロとあたりを見渡す。レミが突然勢いよく走り出した。あ、いいか？え、待ってよ。いない。はあはあ、え？あんたたちはここにいて、え、大丈夫か？単独行動よせ。人影？ハオさん見た？いや、見てない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 。え？いなかった。いなかったのに、どんな登場の仕方したんだよ。大丈夫？ミユがレミに駆け寄る。おかしい、絶対おかしい。あんたたちずっとここにいたよね。いたよ、いた。だってそんな時間経ってないもん。うん、いたよ。ね。ミユが少し不安そうにこちらを見る。この先部屋が2つあるんだけど、出入り口はここ、ホールだけ。窓はあったけど、人間が通れるサイズじゃなかった。あんたたちがここにいたなら他に逃げ道はないはず。瓦礫も漁ってみたけど隠れてなかった。消えたってこと？おかしいな。まさかおば。いやだ、なんでもない。ミユが自分に言い聞かせるように首を振る。人影は前にも見たんだけど。え、ほんと？いつ？
2階で本読んでたらなんとなく気配感じたから犬のふりしてみた。え、犬？こーん、犬？犬だ、すごいね。そしたらそいつ人影が近づいてきたの。犬似てるもんね。いや、その話はもういいわ。すかさず追いかけたけど、そいつ逃げ足早くてさ、ダメだった。じゃあ他のキャラクターもいんのか、本当に8人出てくんのか。じゃあで、そうそう、だから7人目だよね。ちょうどその人影を追いかけてる途中であんたに出くわしたのよ。へえ、いきなり喧嘩腰のあんたにね。ああ、そうか、最初はそうだもんね。みゆちゃんめちゃくちゃ喧嘩腰だったもんね。だってあんたいきなり私がいた部屋に入ってきたから。確かに俺も外で一回背後から殴られてんだよね、誰かに。君ら二人どっちか僕のこと殴った？殴ってないなら多分その人だわ。あんた見かけによらず血の気多いよね。違う違うの、私ちょうどゲームが終わった後でね、あの部屋にゲームのゲームマシンあるじゃん、トレーニングマシンとかに紛れて。うわ、やべ。そういえばなんかできることないかと思ってカットした部分の時にレベルマックスにしてたけど、チートモードレベルマックスにしてたけど、レベル10まで下げた気するわ。あのゲームマシンのゲームを最後の面までクリアしてね、あれ終わりかなって思ってぼーっと見てたの。あのゲームエンディングないよね。それでぼーっと見てたらあんたが入ってきたから、すごい勢いで、だからこの人ラスボスだって。あー、なるほどね、だからラスボスと勘違いしてたのか。はあはあ、なんだそりゃ。普通はそう思わない？いや、思わないよ。はあ、なんか恥ずかしくなってきちゃった。まあ、何の話してたっけ。本当だよ、脱線しすぎだわ。人影を見つけて。ああ、それそれ、とにかく私たち以外に人間がいるのは、間違いないね。人か、それとも他の何かか。いや、やめて、ゲームの中じゃん。お化け出たって怖くないでしょ。確かにね、ゴーストとか倒してきたでしょ。イコハオさん。あー、眠。ほんとお前は、こっち側行けるんだよね。え？あ、そっか。一日目終わったんだ。観葉植物だ。手入れがされてない感じがする。まあ、一応、ここら辺あんま、18時8分。変わってるわ。前見た時は18時18分と18時35分だ。ここが一番、なんだろう。過去だね。あ、レミだ。かわいい。ノートの切れ端がある。少女のイラストが描かれてる。やっぱ、君ら二人の方がデザインされたゲームのキャラクターなんだ。木製の椅子だ。シーリングファンだ。あ、開けて。全然行ったことない場所だよ。うわ。あ、なんか装置とかある。瓦礫撤去してみるか。オンドリア、せいや、コワッチャ、トム。瓦礫が綺麗になくなった。電波時計が出てきた。なんだそれ。カレンダー付きの電波時計だ。いっぱい数字あるな。2011年8月、あ、間違えた。ちょっと待ってね。2118年12月18日18時18分。18時18分はなんかあれだね、バッテリー取った部屋と同じ時間だね。え？2118年か。だいぶ未来の話だね。何？あの、2階と1階に散らばってた日記の日付、2097年5月26日で、ミキコさんが亡くなるのが2098年11月16日。あー、お前よく覚えてんな、本当に。なんでそんな記憶力いいの？今日が2118年で、ミキコさんが2098年11月に。え、ミキコ死んでるじゃん。だよね。20年前に死んでるじゃん。このゲーム積んでるじゃん。確かに、積んでる。亡くなってるってことは助けようがないよね。いや、過去に戻れるんじゃない？道理でこの屋敷にミキコの姿見当たらないわけだ。終わりだね。え？じゃあ私寝るわ。なんでなんで？え、でも。なんか今テンション下がったし、なんでなんで？ぶっ続けでこのゲームやってたから。確かにやってるけど、俺も1時間ぐらい今。ファー、眠いし。雑魚首なし人形ばっかで悪の組織も出てこないしね。ちょっと飽きたわ。嘘でしょ？ここまで来て結局グッドエンドが見られないで終わりって。なんだかね。ちょっとつまんないけど。いや、奥のやつタイムマシンじゃない？はぁ、まあいいや。じゃあね。え、
はは、結構楽しかったよ、このゲーム。え、まあ、また会ったら遊んでよ。みゆ、どっかでね。はおも、まあ、どうせこれ夢だけどね。夢じゃないもん。はは、そういや、夢の中で眠いのは変かもね。じゃあね。うわ、ログアウトしたじゃん。みんなで手術の展開は嫌だったけど、私を見たかったのにな。みっこさんが助かるグッドエンド。はあ、しょうがないよね。うん、ハオさんありがとう。またどっか別のゲームで会ったら、わ、やっぱそうじゃん。これ MMO を一緒にやってったやつがどんどんやめてく時の感じじゃん。一緒に遊ぼうね。じゃあ、いや寂しいわ、一人ぼっちなんだけど俺。嘘でしょ、こっから一人なの。じゃあもうレミちゃんがぶっ壊すみたいなくだりないの？天井に届きそうなくらい大きな機械だ。じゃあこのパートでクリアしないともうクリアできないの？パソコンに電源を入れた。ロックナンバー、あーあったな、1092か。合ってる？絶対そうだよね。カレンダーに書いてあったわ。ロックが解除されました。パスコードメモとチャットのログが残ってるようだ。パスコードメモ。なにこれ？え、まさかこれ暗記しろたんってことないよな。え、これ暗記しろなんてことないの？これメモ取れなんてことないよね？ 7 がいっぱいだなぁ。もう数字がいっぱいだ。え、まだあんの？写真撮っといた方がいい？これ。さすがにこれ使うとこないよね。パスコード、1月2日の会話履歴。大丈夫か？大丈夫だよ。飯ありがとうな。あー、ミキコさん死んだ後か。久々に食事した。今日も行くか。行ける。一人で家にこもらない方がいい。わかるけどさ。正直俺もどう言ったらいいかわからないけど。なんかできることあったら言ってくれよ。いい友達だな。ありがとう。明日は四十九日。法要か。手伝いも兼ねてお前ん家行くよ。飯買ってく。うん。パスコードメモとチャットログ、あ、オッケーオッケー。2月9日。1ヶ月経ったな。3人で旅行した時の写真見つけた。送る。北海道の？使い捨てカメラ。残り5枚になってたから適当に部屋取って現像した。10年以上の前のか。懐かしい。公園だめにダイブしたやつか。うわ、えぐ。ミキコさんが。かわいいな、ミキコさん。そう。正直まだ苦しい。ミキコの写真なんか見ると。いや、絶対そうだろ。飯食いに行くか。お前、ほんといいやつだな。行く。タイムマシンでもあればな。だから作ってたのか。科学者だから。タイムマシン。それだよ。そうだよな。武蔵はなんか、アイディアがないんだもんな。武蔵はめちゃくちゃ技術あるけど、発想ができない、みたいなこと言ってたもんね。武蔵さんが会話から退出しました。もう飯行かねえじゃん。え、作るんか？タイムマシーンのパスコードってことか。じゃあこいつの電源がどっかで入れれるのか。タンスだ。ま、外、ああ、やべやべやべ。どうにかして、なんとかなんだろうな。これ使えんだろ？最後窓見とくか。外は真っ暗だ。ただもうこっから俺一人で生きていかなきゃいけないんだろ。3日目。アイテムって何持ってんの俺今。脚立、ノート PC のバッテリーとか、携帯電話、もう何も取ってねえな、そういえば。ノート PC のバッテリー、もう、ああ、もう出ないしね。どうする？積んでんのこれ、本当は。もう積んでたりする？瓦礫とかは一人でなんとかなるしな。さあ、そっか、一人じゃこんなに時間かかんのか。みんながいた頃は幸せだったよ。俺一人じゃ瓦礫一つどかせねえんだ。みんながいた頃が、俺一人じゃもうこのゲームやっていけないよ。え、そうだよな。ちょっと待って、ちょっと待って、脚立でタイムマシンの上登れたりすんのか。ちょっと脚立を拾ってたい。あ、電話鳴ってる。電話切れてしまったようだ。何だったんだよ。違う伝言か？あー、開けてくださいだな。え、ちょっと待って。まだずっとさ、ミキコさん開けてくださいって言ってたりする？窓は開けておいてくださいねとか言ってんだもんね。脚立で窓からなんか脱出みたいなのしたんか？もしかして。ちょっと待って、これでさ、あの部屋まで行かせて。天井まで届きそうな機械を使ってみたいんだ。
使ってみたかったよ。もうこれだって誰もいないんだろ。でももう誰も待っていてくれることはないのだろうか。ないんだろ絶対。バッドエンドいい、バッドエンドいいしか取れんくない。ここまでやってこんなにやったのに。え、詰んでんのか。これが本当の最後だったりすんのかな。音がした。柔らかい砂の上何か。あー、オッケー。え、本当にもうこれ誰もいないの。俺一人だけの生活になってる。一人とか無理だよ。一応ここら辺全部持ってって。そうだよね。今までみんなで一緒にやってきたのにさ、急に一人になるって悲しいよな。いくらゲームとはいえ。でもずーっとやっていけるわけじゃないもんね。電気つけたらそこにいてくれたりしないかな。これ電気つけるってのはゲームにログインするみたいな意味だったりすんのかな。また一緒に探索しようよ。みんなで。どこからともなく声がする。来てくれたのね。はお。でしょ？誰？お前。よかった。一つ気になることがあるの。暖炉。一日目に暖炉に火がついてるでしょ？ついてるね。ああ、誰がつけたのかはどうでもいい。私のちょっとしたミスだから。それで暖炉。暖炉で何を燃やされてるのか知りたいの。暖炉の中のものは一日目で燃え尽きてしまう。あなたの腕なら大丈夫。そのまま突っ込んでみて。ちょっと石油臭くなるかもしれないけどね。俺の腕ってどういうこと？もうでも一日目終わっちゃうよ。電池とか取りに行かなくていいの？まだ。一日目が終わっちゃったら暖炉に手突っ込めないよ。一日目に戻して。一日目に戻してよ。火がついていない。もっと早く行ってくんない？そういうの。あ、そうだそうだ。で、ちょうどよかったから、これゲームの設定を強くしとくわ。10とかにしちゃってたんだよね。だってこういうとことかもう開けれないんでしょ。何ができるんだろう。どこも行けないしね。何を燃やされてたのだろうね。わあ、どこも行けないじゃん、本当に。じゃあ、1日目戻らなきゃいけないから1日目までカットになるね、これ。シャベルとかあってもさ、意味ないもんね。レミちゃんってほんと強かったんだね。あなたの腕ならってどういうことなんだろう。じゃあ初日戻ってきたんで。柔らかい砂の上に何かが落ちるような音だってのは、そのあれなんか暖炉の中に何か入れた音なのか。じゃあ、ここの間に誰かいたってことか。窓ガラス割って。大丈夫、燃えないの俺の手。炎の中から焦げた机の引き出しのようなものが引っ張り出してきた。中に HDD ケースと携帯の充電器のようなものが入ってる。ああ、やった、持ってこう。で、充電器も手に入れて、HDD を取り出す。HDD は壊れていないようだ。他のパソコンに接続すれば ああ、ほんと、OK。まあ、一応電池拾っといて、電源入れないとパソコンできないもんね。いやー、一人ぼっちになったらやだなー。でも、一人ぼっちになってからなんて。でも、あのフラグが立たないと、暖炉なんて何回も調べたもんね。暖炉に手突っ込む下りとかなかったから、パソコンって言ったらここにあるよな。一人で探索ってやだね。HDD ケースを接続する。メールのデータが残ってるようだ。メールのデータを見ますか？はい。ミキコさんはお元気でしょうか？ルミエラ、ルミエラ？ 2095年9月2日。武蔵市。こんにちは。ミキコさんの同級生のサチマエというものです。突然のメール失礼します。来る29日、ミキコさんのお誕生日のお祝いに会を開こうと思います。あ、素敵な友達だけど。あ、そっか、2095年はまだ生きてんだ。だって結婚した年だもんね。1月に結婚したから8ヶ月後だ、結婚の。つきまして、ミキコさんの29日のご予定をお聞かせ願いたいと思います。ミキコさんには内緒で進めたいので、このメールのことはご内密にお願いします。武蔵。
屋敷武蔵、お前誰だ。ミキコはサチマイなんて知り合いはいないと言っている。うわ、怖くなってきた急に。え、何？やっとメールを開いてくれましたね。今まで何度もメールしましたが、ダイレクトメールと断定してあなたは開いてくれなかった。大まかな内容ですが、統計書を添付します。ぜひこれを使っていただきたい。え？返事をくださらないようなのでさらに書きます。私はあなたの未来を知っている。ああ、タイムマシーンってことの設計図みたいなもん。ミキコさんは今日の13時、買ったばかりの絨毯にコーヒーをこぼします。お前もしかして将来の俺なの？明日ミキコさんが商店街のくじで食事券を当てます。明日夕飯はハンバーグカレーです。明日天気は晴れ。そんな詳細に覚えてんの？ミキコさんは財布を拾います。13年間指名手配されていた男が逮捕されます。今月5日、台風18号が九州に上陸します。ミキコさんの両親が訪ねてきます。では最後に、これでお返事いただけなければ諦めます。3年後の11月、ミキコさんはアウデビレ熱で亡くなります。お前は誰だ？なぜミキコの病気を知っている？何が目的だ？助けたいんだろ？俺だったら信じちゃうよ、こんな。ご返事ありがとうございます。アウデビレ熱は治療可能な病気ですが、ミキコさんは従来の薬では治りません。病院へ行き、そのことを話せば隔離病棟に入れられる。そして治療法もわからないまま死を待つのみです。完全に八方塞がりです。あなたが奥様を大切に思ってらっしゃるのはよく知っています。だから私はただあなたに早く政策に取り掛かっていただきたいのです。統計書を添付します。以前お送りしたものと同じです。タイムマシンか？大まかな設計書ですが、時間短縮のお役には立てると思います。まあ、だって天才なんだもんな、俺は。これでミキコさんが救えるかもしれないのです。わかった。これは何の設計書だ。私ができることなら残らず何でもやる。頼もしいお言葉です。設計書について私は詳しいことはわかりません。これは未来のあなたが言ったことをそのまま書いただけのものだから。え、誰なの？ルミエラって。なるほど。信じがたいが、これはタイムマシンの設計書か。そんなの見たらわかるんだね、お前。今すぐ制作に取り掛かる。もう一度聞くが、君は一体誰なんだ？私はあなたの記憶です。これからすべてをお話しします。私の姿を見ても驚かないでくださいね。あ、いた！うわぁ！みゆちゃん！えへへ、こんにちは。やっぱり気になってまた来ちゃった。いや、もう嬉しいわ。普通に。ハワさんずっといたの？いたよ。お前らがいつでも戻ってきていいように、ここの場所は お前らのために残しておいたんだよ。あれ？その HDD どこで？ああ、レミちゃんも来たの。1階のパソコンから撮ってきたの。レミ、わーい、レミも来たんだ。あれで終わりとかないっしょ。うんうん、私もなんか他にできることないかなって思って。えへへ、探索再開だね。最高だよ。え、ダメ？このメール。レミが驚いた様子でモニターを指さす。え？これが原因？ミユがモニターを見る。何？え？ループするわけだよね。タイムマシン。ミキコの死を阻止するためにタイムマシンをね。メールの相手はそのタイムマシンで未来から来たのか。うん。これ相手は誰なんだろう？僕ら三人の中のどれかじゃないの？さあね。未来の武蔵本人かチャットによく出てくる島ってやつかも、ね。まあ知ったところで私たちの話は進まないけどね。そうだね。結局私たちが何をすればいいのかわからないよね。ホールで見た日記の内容からするとうまくいってなさそうだよね。タイムマシンがあってもさ。そういえばこの部屋に骨壺の箱あったよね。あれってミキコさんのだよね。きっと。でもなんか何もなかったよ。うん、だろうね。何か私たちにできることってないのかな。よし、わかった。三人いれば幸せだよ。なんか石油臭くない？そうなんだよ。シャワー浴びてこようかな。ハワさん腕が真っ黒だよ。どうしたの？なんで俺生きてんだろうね。木の箱がある。開けますか？開けよう。中身は空だった。は！でも、何すればいいんだ、ここから。ミスったな。みんながいないからさ、スコップとかも持ってきてないんだよな。
まさかもう一回来てくれると思わなかったからさ。レミちゃんだけほんと強い。でも電話も鳴らなくなってんの。あ、でも携帯の充電器とか手に入れたな、そういえば。どっかで充電すんだ。あるよね、携帯の充電器。オッケー、充電しに行こっか。今が何日目か覚えてないけど。トイレで充電する？いや、トイレで充電は嫌だな。あー、そっか。こういう行動力を節約するためにトイレってのはありだったのか。充電器を挿した。あ、しよう。メール受信箱にメールが残ってるようだ。2012年の島からのメール。リ・タイムマシン。最近チャットログインしてないみたいだからメールする。添付の写真見た。お前んちの床大丈夫なの？突っ込んで欲しいのはそこじゃないと思うが。12月には仕事落ち着くからそっち行けると思う。タイムマシン完成祝いに土産奮発する。やるべきことの見えた時の武蔵最強説はガチだったってことか。そうだな、ミキコさんが言ってたもんな。何言ってんの、ダメじゃん。武蔵最強じゃないじゃん。ミキコ救えてないじゃん。いや、今から救うって、俺らで。本当だよ。だから俺らもあれなんでしょ、武蔵が作ったなんか、本当は人間とかじゃなくて武蔵が作ったキャラクターで、こいつらも何かやらなきゃいけないんでしょ。何やってんのよバカ。と言っても私たちも何もしてない。はあ、はあ、そうだ。はあ、私たちもタイムマシンでな、戻、下歩、後歩。あ、そっか。私らもミキゴは死ぬ前に戻ればいいのか。で、その肝心のタイムマシンはこの陸の孤島にはないしな。いや、あっただろ。下歩、後歩、どうした？うん、そう決めつけるのも良くないか。もしかして目に入らないくらい小さいマシンなのかも。いや、天井まで届くほどの大きなマシンあっただろ。だ、大丈夫か？ミユちゃん。オフ、後歩。うん？また電話鳴ってるけど、今回の電話長くない？取りに行ってみるかね。ごほ。何してんの？上ほ、ごほ。変なとこに入った何が？あ、バッテリーとか取ってくべきだったかな。間に合ってくれ。ああ。3日、あ、まだ3日目か。切れるなよ。ごほ、なよ。あ、取れたの？もしもし？タイムマシンで戻って無駄よ。ミキコが死ぬ直前にしかあなたたちは存在してないんだから。はあ？あと、ムサシはバカじゃない。え？女の声。ムサシ？わかった、あんたミキコでしょ。うっさいわね。違うわよ。あんなクソ女と一緒にしないでよ。え？誰なのお前。あんな何もしないやつ。シマなの？綺麗な声なの？口悪。で、あんた誰なの？電話かけた方が先に名乗るのがマナーってもんでしょ。うっさいわね。あんたこそ名乗りなさいよ。私はミキコでしゅ。わた、ミキコはそんなじゃないわよ。ミキコなんかよ、お前。結局。あんたやっぱりミキコでしょ。レミ、ちょっと待って。いや、レミちゃんうまいわ、今のは。ミキコさんは亡くなってるんでしょ。レミが受話器を指差しながらミユに向かって言う。こいつミキコ。絶対ミキコ。いや、絶対ミキコだよ。タイムマシンで過去から来たミキコがなんかでしょ。あ、ああ、なるほど。やい、過去ミキコ。悪態ついてないでさっさと私たちのラスボス教えろっつーの。ミキコじゃないって言ってるでしょ。じゃあいつのミキコよ。変わって。ミユがレミから無理やり受話器を奪った。あの、もしもし。私ミユって言います。あなたは覇気がないわね。いや、もうなんだその言い方は。え？全く想定の範囲外。たく。全然私の考えたのと違うじゃない。あ、そうなんだ。キャラクター設定考えたってこと、ミキコが。あの、あなたは誰に電話かけてきたんですか？あなたたちよ。こそこそ屋敷内調べ回ってるから、手っ取り早く真実を教えてやろうと思って。いやー、やだよ。自分らで真実掴みたいよ。真実。まず一つ。あんたたちはタイムマシンでミキコが死ぬ前に戻っても無駄。なぜならあんたたちはミキコが死ぬ直前に作られたものだから。作られた？わかるけど意味わかんない。一から説明してよ。こっちは説明書ないんだから。いやよ。二つ目。あんたたちにミキコを救ってほしい。いやー、どういう矛盾してんな。意味わかんないっつーの。
タイムマシンで戻るのが無駄ならどうやって救えっつうのよ。ああ、そういうことか。タイムマシンで戻るんじゃねえんだ。タイムマシンとかを使って、ま、島にしろ、武蔵にしろ、何かしら、ミキコがなんとかなるようなメッセージを送ったりすんのか。頭悪いわね。いちいちムカつくな。あんたのこと説明不足ミキコって呼んである。私はミキコじゃないって言ってるでしょ。しつこいわね。変わって。ねえ、あなた。あなたの名前はわからないけれど、私たちはあなたの言うことに協力したいと思ってる。それがこのゲームのグッドエンドの条件なら。うん。あんたはまともに話せて楽だわ。いや、もうミキコもさ、態度が悪いよ。結構。まあ、レミちゃんも結構悪いけど、ミキコも態度が悪いせいでこんがらがってるよ、今。私の名前はあかりよ。あ、もしかして、ミキコとムサシの娘とか、ミキコを救うのがあなたたちにとってグッドエンドかどうか知らないけどね。うん、あかりさん。じゃあ一つずつ聞いてもいいかな。まず私たちが作られたっていうのは？あんたたちはムサシが作った。この隣の部屋にゲームマシンがあったでしょ。あのゲームで動かすための人形。ゲームの一パーツよ。そう、単なる人形。意識なんてない。抜け殻の人形。人形？なのになぜか動き出した。あんたたちが別世界からレイミとミユーの体を動かし出した。レイミとミユー？あんたたちのその体の名前よ。ミキコがデザインしたキャラクターの名前。あなたたちは勝手に別の名前で名乗ってるみたいだけど。うん。あなたたちはこの世界を勝手にたかがゲームの世界呼ばわりしてるけど、この世界は確かにある。あんたたちのいる世界とは違うけど、ちゃんと存在してるの。あんたたちの世界と同じくらいの数の人間がここで生活している。モニターから見てるこの世界がね、信じられないならいいわよ。とっとと右上のバツボタンを押しなさいよ。確かに出てるけど。信じないわけじゃないけど、何か、そう、いう実感、そういう実感湧かないっていうか。証拠なんてないわよ。信じてもらおうにも。いいわよ。信じないなら話は終わりよ。違うの。そうじゃなくて、ずっとこれゲームだと思ってたから、うまく飲み込めなくて。そう、ずっとただのゲームだってね。私は今もそう思ってるけど。でもゲームだからといって投げ出す気はない。そうなの？一回投げ出そうとしてなかった？私はこのゲームを始めた以上クリアしたいの。で、あんたがグッドエンドっての、クリア条件を提示してるのはそれに乗らない手はない。そう。勝手にすればいいじゃない。クリア条件はミキコを救うこと。以上よ。ヒントのようでヒントじゃないな。ヒントじゃないようでヒントなのか逆に。あ、拗ねて切ったな。何なんだか。信じてほしいのは少しは可愛げのある態度取れっつーの。レミはやっぱ、信じられない？さあね。正直どっちでもいいわ。この世界が実在しようとしなかろうと。でもこのゲーム、思ってることが直接文字になったり気持ち悪い現象が起こってるのも事実だね。このモニターの中に別世界があるって完全にファンタジーだけど、馬鹿にはできない話だね。どうせ夢だと思うけど、夢じゃないってば。それにしても随分長い夢だな。なんだろう、ゲームの中の世界もさ、例えば僕らがやってるゲームの中でも、そのキャラクターたちにも人生があって、そのゲームの中のキャラクターに今寄り添おうとしてるってことなのかな。私はもう少しあかりさんの話聞きたかったな。探す？え？電話の主。あ、そっか、この世界とか言ってんだから絶対にこの世界のどこかから話してるってことか。どうせこの屋敷内にいるんでしょ。私たちのこと見てたみたいだし、確かに。ずさんな探索だわとか言ってたもんね。どっちがコソコソしてんだかね。さあ、電話主のご機嫌取って聞かせてもらおうじゃない。もっと詳しいクリア条件をね。今3日目だな。あと取ってないのってなんだ？ああ、とりあえずシャベルとか、ノートパソコンのバッテリーとか取るか。どこにいるんだろう？
どっかに隠し部屋とかがあるってことか。上行っていい？勘になっちゃうけど。とりあえずモバイルバッテリーの電源とか一応持っといて何に使うかわかんないから。で、アイテムはどうだ？脚立。あ、脚立は4日しか入んないから、今3日で手に入るものは全部手に入ってるってことか。開けようか。あ、お願い。ここあんま探索してないもんね。瓦礫のところに隠れてる。あ、なんか人影があったってのはやっぱそういうことなのか。あー、もうすぐ死んじゃう俺。死んじゃった。あ、脚立で今のところから降りていくのか。なんか床が穴開いてたもんな。そういうことだよね、多分。うわ、だとしたらちょっと脚立の前で始めりゃよかったね。じゃあそこまで行こう。行けるかな？なんとか。やっぱ電話も鳴ってたのも意味あったんだ、ちゃんと。俺らに何か伝えたくてずっと電話してたんだ。あ、やばい。行動力が。ここ、降りれたりしないの？え、ここ降りれたりしないの？かけてたんだけど。え、だとしたらどこに隠れてんだ？脚立使えるような。ああ、でも行動力が残ってねえな。無理だ。でも、ちょっとずつ、動いてきてんな、話が。ここで少女たちが待っていてくれてる気がする。この言葉があるだけで幸せだ。バッドエンドいいしか取れてないね。本当にすいません。4パートぐらいにわたってずっとバッドエンドいいを見せ続けてしまって本当に申し訳ないです。